王立裁判所王立裁判所は、ロンドンのオールドウィッチ付近にある建物の名称である。イングランド及び、ウェールズの高層院及び高等法院が置かれている。中央裁判所施設と訳すこともある。内部には、上記2つの裁判所等の司法関連の施設に加え、カフェやイベントスペースがあり、クリスマスパーティーなどが開催されている。王立裁判所は、 ウェストミンスター区にあるが、他のロンドン特別区の境界もすぐ近くにある。例えば同建物の前のフリートストリートには、シティとの境界線を示すドラゴンの彫像がある。また、カムデン区との境界も、同建物のすぐ北にある。ロンドン地下鉄の最寄り駅は、テンプル駅、または、チャンスリーレーヌ駅。王立裁判所内部ジョージ・エドマンドストリート設計の、 この建物は巨大で、東西に140メートル、南北に140メートル、高さ75メートルの大きさを誇る。建設には、ポートランド石のレンガが3500万個も使われており、部屋数は1000を超え、廊下の長さを合計すると約5.6キロメートルにもなるという。この建物は、現在第一級指定建築物となっており、法律で保護されている。 王立裁判所は、1866年に、英国議会が最高裁判所施設の建設を決めてから、11の設計案の吟味、建設予定地の立ち退きと、その保障、建設労働者のストライキなど、右与曲折と8年間の建設期間を経て、1882年12月4日に、ビクトリア・城の手により開設された。 設計者のジョージ・エド・マンド・ストリートはこの建物の完成を見ることなくなくなった。時代が進むにつれ、司法業務は増大していき、王立裁判所も手狭になってきた。そこで1912年には、離婚法廷を扱う部門が入る建物が増築された。この法廷は裁判所発のエアコン付き法廷である。1968年にも増築が行われ、地下に、 独房も作られ、刑事裁判に用いられたが、現在では、家族関連の訴訟を行っている。フリートストリート及び王立裁判所、王立裁判所の周辺は、弁護士事務所など、司法関連の施設が多い。イギリスの四大放送員も、至近距離にある。また裁判官が、伝統的に着用しているカツラや、法医などの専門店もある。 以前はこの周辺に新聞社の本社も集まっていたが、1980年代半ばに開発されたカナリ、かなりワーフに移転していった。しかし現在でも、BBC ワールドサービスの本社がすぐ近くにあり、世間の注目を集めている事件の裁判の判決時には、たくさんのメディア関係者が建物前に集まる。また王立裁判所の西隣は、 ロンドンスクール・オブ・エコノミクス2ブロック南には、キングス・カレッジ・ロンドンと周辺に、大学も多い。さらに興味深いところでは、紅茶ブランド、トワイニングの創業の地で、同社唯一の直営路面店が、王立裁判所の向かいの216ストランドにある。サミュエル・ジョンソンが、英語辞書を編纂した家も、王立裁判所から徒歩数分の場所にある。 あくまで建物の名称であって、官書としての裁判所の名称ではない。リーダーズ英和辞典。o、u、r k h t t p w w w t o r k c o u k ンンサイ ロイヤリコートソーフジャスティス1、htmhathttp コロンスラッシュスラッシュ w w w h m c o u r t s s e r v i c e g o v u k スラッシュ docs スラッシュ infoabout スラッシュ rcj スラッシュ dda にジュリーフレットニアメンディッドジョン 06pdf ありがとうございます。